計算問題。意外と間違える普通の計算式、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。左から順に計算してしまうケースが目立つようです。この場合、割り算、掛け算を先に計算しなければなりません。その上で左から順に計算すると、36が正解となります。おまけ問題です。 ABCDE の5チームが総当たり戦をした結果、引き分けはなく ABC の3チームはみんな3勝1敗でした。この時 A と D の試合はどちらが勝ったでしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。